きましょう。今日はね、新潟なんだよね。今回の緊急性が高い資金取っているところで銀行交渉を分けたというのが今回一番大きかったところが収穫だったかなという思いますね。おはようございます。おはようございます。今日はどちらですか？今日はね、新潟なんだよね。来ちゃいましたね、新潟。来ちゃいました。またもう新潟来たよ。もうね、全国で行ってないところがね、もう新潟、ラスト4県の中の一つだったんだけど、これでもう新潟来たから、だからもうあれだよ、徳島、沖縄、山形だよね。もう密になっちゃったから、もうおかげさまで新潟のお客さんって今までいたんだけど、補助金とかでいたんだけど、なんかね、来ることなかったね。今回来ることがあってね、ちょっといろいろ頑張っていきたいと思ってるんだけどね今日は何をしに来られたんですか？今日はね、バンクミーティングだね。もともと新潟っていうとやっぱり米どころだからさやっぱりそういう、要は大手がいるわけよね。地場産業。そうですね、地場産業だよね、農業というかね。でやっぱりその仕入れて、卸業者に卸して、その小売りに売るっていうような、流れがあるじゃんか。だけど卸にこう力かけてたんだけど、小売りにもこう力をかけ出したから、そうすると売上配分が変わるというか、いうところがあって、銀行の対応っていうところが、大変な話、仕入れ資金で借りてるわけだから、資金使途は間違えてないんだけど、省流が変わったんだよね。省流が変わったから、ちょっとその今までのね、借り入れた部分に関してちゃんと正常化してくれみたいな、話があったんだよね。俺らからすると、資金繰りをちゃんとこう把握した上で、ちゃんと話しないといけないかなと思ってるんで、今日はちょっと結果を出さずにね、補助協会さんとかも来るらしいから、ディスカッションしていきたいというふうに思っております。ちなみに卸から小売りに省流が変わったのは、やっぱり卸だとあまり利益率が高くないからですか？そうだよね。逆に考えるとさ、小売りにこうシフトできるっていうことは、商品がしっかりしてるってことだよね小売りに行っても売れないじゃん、なんか通販とかさ、やってる人なんかも、やっぱりその小売りにね、シフトして通販持ってってもなかなか売れないんだけど、この人はね、結構コツコツ頑張って、もうかなり名簿持ってんだよね。だから小売りにシフトしたら利益が上がるっていうことが分かってるから、だって直接こうね、直受って言って、直接エンドユーザーに商品を下ろすわけだからね、流してあげるわけだから、それは利益が出るから、コツコツそっち行きたいよね、それはね、当然のことだと思いますよね。まず今日のポイントをお願いします。今日はね、もう色分けだね。もともとのその仕入れ資金、よく言う、昔で言うね、短期転がし、今でね、短期でずっと2000万3000万ずっとこう転がしてるっていうようなものは、今だったら OK っていう銀行はあるんだけど、で実を言うとそれがダメっていう銀行もあるんだよね。長くこう残してると、これ要管理債権だってことで引き当てしないといけないみたいな。これが銀行と この考え方が2つあるんだけど、考え方が違うっていうかね、というのがあるから、そこをこう整えるっていうことが一つね。それとあと、今までのずっとこう借り入れがロールしてる部分の中で、利益で返さないといけないものと、普段の経常収支を、仕入れて売ってお金に返って、ここの中で返していく資金というのを色分けしないといけないんだよね。でその今まで その利益で返していく部分っていうのは、短期でずっとつないでた部分をその長期に切り替えるという、こういうのを資本構成の是正資金っていうんだけど、そういうところが対応してもらえるかどうかっていうところを、まずちょっとディスカッションして、でもし向こうがやるという話であれば、経営改善計画を作って取り組むという方向性でいきたいと思います。今日なかなか難しいと思うけど、頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。お疲れ様です。お疲れです。バンクミーティングはいかがでしたか？いやー、なかなかだったねもう結論から言うと、一応こっちが考えてる通りには行くんだけど、長期にシフトするいうのはちょっと勘弁してほしいいう話だったね。だから分割打ち入れっていうのかな、例えば1年間で、3000万するとその滞っとる、要は借り入れ、短期借り入れがあったりするじゃんか。そうするとその3000万に対して、その普通 その仕入れと売上で返す資金っていうところから、例えば1000万儲かったでしょうか。だからその中から200万を3000万からこう打ち入れして、でまた次の仕入れでっていうような形で組み立てていくっていうか、そこをちょっと資金に色を塗るってところが、まず合意が取れたっていうのは一つね。だけど
これね、ちょっと俺が思ったことがあるんだよね。卸売業者がいるわけ、買ってくれるところがまあまあでかいんだよね。そこさ、自分とこの銀行取引あるんじゃないみたいな。だから電債にねシフトするとか、そういう風なやり方もあるんかなと思うから、これからちょっとまあ半年間ぐらいの資金繰りをねグリップして、でその上ね、あのまず資金繰り表からあの本体のこの今回借り入れを起こしたいっていうところのまあ精査をするんだけど、その後でじゃ あの今の部分収益体質にこう切り替えていくための資金、攻撃の資金をねというところをどういうふうに入れていくのっていうところをこう整理していくというか、だってたくさんあればたくさんできるわけじゃんか。1億のものが10億ぐらいあっても逆にいやもうもっと儲かるわけよ。あの早い話スケールできるからね。まあそういう商材だから、そういう10億のファイナンスリスクっていうのをこの今回のお客さんの会社は耐えれないかもしれないけど、大元の会社は耐えれるっていうことだってあるわけでね。だからそっちから手形を振ってもらうね。あ、どういうんだよ、 PO ファイナンスっていうのかなそういうやり方でちょっとやりたいな。その辺もまあ提案をしながらいい方向にね持っていければというふうに思っております。今回の仕入れ資金では特に経営改善計画を作る必要まではないということだったですね。そうだね、本当はこっちも作りたかったんだけど、どっちかというと収益弁済するっていうところは後でもいいね。ずっとその手形貸し付けってずっと転がってるから、だからそのそこの部分に関してはもう期日までに回答を出せばいい。で今回のその仕入れ、あの季節資金なんだけど、季節資金の部分に対してはこれはこれで臨機進めていきたいからこっちは早くしてくれっていう話だから、そこの部分で動いていくって感じかな。だからこれはこれ、これはこれっていう風に分けて取り組む。で一番いいのはね、うちにとってもいいんだよね。あのうち認定支援機関だから要は補助金が出るんだよね。経営改善計画策定事業っていう検索してもらうと分かるんだけど、その補助金をもらったらその経営改善計画があの補助金の範囲内でできるからね。だからそれをこうまあやろう思うと結構時間かかるんだよ。だからその時間がかかるから、あのゆっくりこう時間をかけてやる部分の資金と、で今回のまあ緊急性が高い資金とっていうところで銀行交渉を分けたというのが今回一番大きかったところが収穫だったかなという思いますね。今回のバンクミーティングはあまり揉める銀行もいなかったので、かなり穏便に済んだ感じでしたね。そうね、なんか普通だったらね穏便に済まないっていうケースがあったりするんだけどね。先にねこれねメインバンクがこう思ってるみたいな資料をうちが作ったんだよ。あの簡単な絵なんだけどね。でこういうふうに思ってますみたいな感じで各校に配った、ね、あと事前にネゴした、ね、これね今これ見とる人ね絶対事前のネゴって大事よ。特に粉飾しとる人ね、あの事前のネゴね、メインバンクにどういうふうに発信してもらうか、サブバンクに対してはどういうふうにメインバンクに言ってもらうかというところ先にネゴしといてバンクミーティングするね。これは今日の正解だね。僕らはもともと銀行員だったので、相手方の発言でどんな稟議に添付する資料を作りたいかっていうのが結構分かりましたね。今回よく分かったねなんか昇流の話とか聞いてて、お前おいおいそんなこと言って大丈夫かみたいな発言もあったりとかしたんだけど、要はね建て替え期間が長くなるようなあの商品作ったらいいじゃん、こっちの方が儲かるじゃないですかみたいなこと言ったら、あんたとこもっと融資せんにえけんようになるよみたいなあったりするんだけど、やっぱり一番大事なのは、まあ、俺らもともと銀行員だったじゃんか。だからあの本部に対してどういう風な稟議を書くかっていうのを代わりに書いてあげるっていうのがね、まあ、まあ俺らの仕事でもあるわけね。でそれを銀行員からするとお客さんから俺らお金もらってるわけだから、まあ早い話俺らみたいな会社をどんどん紹介した方がいいと思いますよそれでは最後に会長にとってスタンドとは。そうだね、時を止まれだね。ザ・ワールド時を止まれ